どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回は懐かしい曲いきます。ガズが小学生の時にめちゃくちゃ好きだった曲です。君は 1000% カルロス・トシキ&オメガトライブのあの曲をいきます。昭和ですね。はい。おしゃれなんですよ、この曲。はい。いつものように2バージョンやります。最初のバージョンは初心者の方でも簡単にできるようにしたガズレレ流シンプル簡単バージョン。後半は、このかっこいいこのね、カッティング。難しいですよ。でも、ちょっとカッティングやってみたいですね、これは。はい。かっこいいバージョンやります。2バージョン。最後までご覧になってください。さあ、大好きな曲。頭の中いつも流れていたり、カラオケで歌ったりする曲。今度は楽器と一緒に弾いて歌う弾き語り。ぜひ皆さん挑戦してみてください。これほんと楽しいんですよ。本当におすすめしたいです。でも楽器はちょっと苦手なんだよな。もうそういうのちょっと無理そうっていうあなた。ウクレレだったらできますよ。弦が4本だし、とにかく簡単なんです。なので、今いろんな人が、もうあらゆる人がウクレレ始め、で音楽始めてますからね。皆さんもいかがでしょうか。でね、始めたらわかるんですけど、奥もすごい深いんですよ。入り口は広いけれども、深めたらすごい深い。なんでずっと続けられるもう最高のパートナーになってくれると思います。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の、ガズレで YouTube 動画にリンクされてますんで、今ご覧になってるやつね、それを見ながらウクレレ触ってるだけでどんどん音楽できるようになります。はい、これ YouTube ですかね、ガズレレ YouTuber。 いつでもどこでもスマホでも見られるし無料、やりましょう。ここにリンクあります。初心者レッスンはここに行ってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこには、今日みたいな定番の J-POP、昭和の夏メロはもちろんですけど、最新 J-POP、あとは演歌もありますよ。洋楽やハワイアンや、アニメソング、映画の曲、もう何でもやってますんで、さっきのリンク先のとこ行くと検索できたり、ジャンルボックスからいろいろ探せるようになってますんで、お気に入りの曲、どんどん音楽しちゃいましょう。それでは行きます。君は 1000% ガズレレ流シンプル簡単バージョンの方からやってみます。1、2。君は 1000% ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。いいですね。テンション上がっちゃいました。はい。今のは聞いていただいて分かっていただいたと思うんですけど、ショートカットバージョンです。2番カットしてますんで、フルでやりたい方、書き出してください。
コード進行一緒です。歌詞が変わるだけですから。で、テロップと一緒に演奏できた方は、それでもやっぱりノートに書いて自分だけで演奏するのをお勧めいたします。その時の参考になるように私のノートを写します。イントロがこうです。このイントロが結構ね、印象的ですよね。これはメロディーラインですよ。はい。これをこんな感じで、最初伸ばしておいて、ここからリズムが入ってくるって感じですね。はい。で、ここから A メロが始まっていくわけですけど、今日ちょっとこの尺が、この短いので4回ですから、ね、1234になってます。ちょっとちっちゃいんで、見づらかったら動画のテロップと一緒に書き出していってください。じゃあ一時停止で。今日は結構字が細かくなっちゃうんですよね。はい。で、いつものことなんです。この下にくるっと囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンで使うコードなんで、例えば F は F メジャー7というコードと置き換えます。この辺にもいろいろメッセージ書いてあるの、後で解説していきますんで、ひとまず、メモっといてください。じゃあこの辺。いっぱい書いてある。タタタタとかね。はい、ちょっと今日はいろいろ字が細かいですけども。はい。まあ、テロップ見てもらった方が早いかもな。そんな感じになっております。はい、じゃあ出てくるコードの解説、今やったシンプル簡単バージョンはこれなんですよ。 Cam-FDm-D7-G7-E7-Em-7-A7 です。今やったこれはですね、わあこんなにいっぱいあるのかと思うかもしれませんけど、ご安心ください。これです、ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのはウクレレやる方にとって一番最初に覚えた方がいいですよというガズレレ超おすすめコード。10個ぐらいあります。10個もあるのかと思うんですけど、1個ずつ見たら指1本で押さえられるコードとかもうめちゃくちゃ簡単なんですよ。ただし10個いっぺんに覚えようと思うとちょっとコツがいるんで、私がめちゃくちゃわかりやすい動画をアップしております。そこでコードを覚えてください。ここにリンク貼っておきます。楽しく覚えないとね、やっぱしんどいのはダメですから、すごいわかりやすく覚えられますから、そこの動画で、コードを覚えてください。今日はその中の9個で出てきたわけですから、まあもうそれを覚えちゃったらすぐできます。入門コードでやりました。はい。でこっから、かっこいいバージョンの解説に入っていこうと思います。かっこいいバージョンコードあと3つ追加ですね。これちょっとおしゃれコードを使いたいです。この曲おしゃれですから、まず F、 さっきのシンプル簡単バージョンで F だったところは F メジャー7というコードに置き換えます。大文字の M はメジャーということにしております。ガズレレ流で、はい。押さえる場所はここの5フレットの、結構距離あるんですよ。ここの3弦と4弦をこんな感じで押さえるのがいいかなと思います。人差し指動かした方、浮かしといたら使わない方がこっち戻るときにね、これ結構距離があるんで、こことここの間にこんだけアドバンテージあるかなと思うんですけど、まあもちろんこれでも全然 OK ですよ。もうはい、これ F メジャー7、いい響き。はい、はい、次、A のサス4っていうコードを一箇所使います。これも超簡単ですね。はい、Am と Am の下のところ、この Am はここでしょ、この下です、ここ。はい、これをいきます。それと B7 一箇所出てくる、これ B、 あのブリッジパートのところで出てくるんですけど、どこだっけ、あ、これか。はい、 B7 はこの B7 を使いたいと思います。はい、押さえる場所はですね、ここと、ここと、ここの、こんな感じ。1弦は押さえない。はい。で、ちょっと慣れてる方は2フレット全部制覇して、3弦の3フレット、これも B7 です。こちらでもいいです。初心者の方はこちらがちょっと簡単かなと思いまして、はい、こっちでやろうと思います。はい。コードはこの3つを足して、さらにおしゃれにいこうと思うんですけど、さあ、ここから問題のリズムなんですけど、この曲、君は 1000%。今改めてこのね、年代になってというか、こう音楽をなんかいろいろ、分かった上で見るとですね、めちゃくちゃおしゃれなんですよ。このカッティングで、こう、AOR 的といいますか、こう、ファンキーで、ソウルフルで、それでいて、こう、なんかね、こう、なんていうのか、フュージョンっぽい感じもあったりとかして、なかなかかっこいい。これやっぱりですね、リズムなんですよ、やっぱり。で、この今日出てくるリズム、特に A メロ、サビはね、8ビートのチャーでやろうと思うんですけど、A メロとか B メロはですね、16ビートのカッティングといきたいと思います。16ビートのチャのカッティングです。はい。これをね、やりたい。ちょっと見てもらおうと思うんですけど、16ビートのチャとカッティングの合わせ技ですね。で、こんな感じです。はい。口で言うと、ダツダツチャダツツダツツツチャツツツ。はい。タツタツチャタツツタツツツチャツツツ。はい。丸は引く。バツはカッティングです。星はチャです。ダツダツチャダツツダツツツチャツツツ。これをですね、テロップにも書いておきましょう。これをまず口で言う、
ダツタツタトツタ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 ツキタツタタツツタチツツツ、これを弾きながら歌うわけです。ちょっとやってみましょう。 Am でやってみよう。これで全体的にやるわけです。ちょっと A メロの最初やってみると、君は微笑みかけて海辺のヴィラ、こんな感じです、ね、おしゃれだけどこれは難しそうでしょ。だからやっぱまずは A マイナーだけで、こんな感じでゆっくりね、ダツダツダツ、ゆっくりやるところから自分のものにだん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 こうしていきましょう。ということで、16ビートのチャとカッティングで、サビでは8ビートのチャでいきます。まずこの3つの弾き方、やりたいと思います。はい。ここでリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からこの3つの弾き方、動画で基本からやっていきましょう。ちなみに16ビートのチャっていうのはまず8ビート絡みがこうできてないとちょっと難しいんで、まるっきりウクレレやったことないストロークとかわかんないという方は8ビートというリズムが超基本になりますから、そこから始めてだんだんレベルアップしていってください。そしてあとこの曲、これ出てきます。シンコペーションマーク、リズムが前にスコーンと入ってくるやつ。どんな風に使うか、サビでやってみようと思います。サビの君は 1000% のところがこのいきなりこれが入ってくるんですよ。ここが印象深いんでちょっとやってみましょう。まずブレイクから。君は 1000% 欲しいよ、素直な日、こんな感じになります。わかった？ 1,2,3,4 じゃん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 、ちょっとリズムがスコッと前に入ってきてるでしょ。このリズムが前に入ってる時にこのマーク、矢印マークつけておきますんで、結構いろいろ出てきます。ちょこ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 、はい、マスターしてやってみてください。で、A メロの中でも出てくるところがあるんですけど、A メロの最初のところ、海辺のビラ、夏に変えてく、ダンダツダンダツ。ここは16ビートのノリなんですけど、決めのところは8ビートみたいな雰囲気でもいいと思いますので、ね、うまいことこうミクスチャーしてリズムがこうクッとこう噛み合わさるようにやってみましょう。シンコペーション。だから今日は結構ね、難易度はちょっとトータル的には高いですけどね、やっぱりこのカルブスト式&オメガトライブのこの世界観にはやっぱりこういうビートが欠かせないかなということでやります。あと決めも結構多くって、サビに行く前のところのここら辺ですね、さっそいいかわしって、ここ矢印マークが2つで3つ連続した後のダータタ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 って一回止まって、君は1000%の時にタタってやりたいです。ちょっとここの流れやってみましょうか。ここは結構深いですね。B メロからいきます。熱い心の波に際へと近づく僕の誘い交わしてダダダダダダダ君はダダ、こんな感じです。もう一回。近づく僕の誘い交わしてダダダダダダダ君は矢印またいて、ここ応酬ですよ。いや、さっさ、いいかわして、だだだだだだだ、君は 1000% 欲しいよ。はい。シンコペーションの矢印巻くと、こう、ガチャガチャ、ガーッとこう、追いかけてくる。もう、ダーッとこう、波状攻撃で来るところですから。ここ結構、キーポイントになるところだと思います。こんな感じで、各所に決めが入ってくるんですけど、テロップの下の方に、タッタタとかいろいろ書いときますんで、ちょっと参考にして、やってみてください。よし。それではですね、軽やかな気分で、ちょっとおしゃれ気分で、君は 1000% カルロス・トシキ&オメガトライブガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、フォは微笑みかけて海辺のヴィラ夏に帰ってく僕のイニシャルついたシャツに着替え
心の波打ち際へと近づく僕を誘い交わして、君は 100% 欲しいよ、素直な瞳で君が見た夢なら、悲しぐさと渡された確定、恋のめまい飲み干す、君はシンプルサウンド輝く晴れへの雫を、その髪に君は 1000% ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。16ビートのちょっとカッティング、これやっぱちょっと凄まじい難しさなのに、しかもまたそこシンコペーションとか入ってきたりなんかして、まあちょっと大盛りですけれども、はい、やってみました。ちょっとね難易度高いですけど、まずあの小分けにしてワンフレーズずつやるのがねいいかな。ダッタンツタンツタンツクチャカチャカダッタンツタンツタンツ、はい、でだんだんこれをまとめていくっていうのが、その積み重ねがね、結構この、いいと思いますんで、ちょっとチャレンジしてみてください。ありがとうございます。さあ、ガズですが、このちっちゃいウクレレ持ってイベント、飛び回っております。全国。今週は、宮崎行きます。宮崎が終わったら、あとちょっとソールドアウトのイベントが続いちゃってるんですけど、ちょっとそのイベントのご案内と、このウクレレのご案内と、本をいろいろ出してます。そのご案内、ちょっとで、ね、ガズレレ最新情報をしつけておきますので、ご覧になってください。今日は見てくださってありがとうございました。チャンネル登録もお願いいたします。では皆さん、楽しく音楽やりましょう。さようなら。ご案内動画、どうぞ。はい。ひとまず、このガズレレ .com、ガズレレ .com ホームページあります。ここにリンク貼っておきますんで、ガズレレに関することは、このホームページで確認しておいてください。イベント情報ですけど、今年は残すところ、あと2本になりまして、そのうち1個はもうソールドアウトになっております。ありがとうございます。こう2つあるんですけど、今週はいよいよ宮崎、行きます。宮崎でガズレレ開催です。イオンモール宮崎。島村楽器さんにお問い合わせください。全国から飛行機に乗ったりして集まってくださってももちろん大歓迎でございます。はい。お待ちしております。で、今度使ってるウクレレの最新情報もそのホームページの中にこのページを作成しております。これもね、随時追加していくことになっておりますね。もうちょっとフォローしておいてくださいね。これは本当に単板ウクレレでいい音がするウクレレですので、皆さん。ぜひ、お見知りおきを、ガズのわがままくれって言います。で、あと本をいろいろ出してます。はい、これ。リトミュージックの100曲入りのこの黄色い本が、めちゃくちゃ大ヒットっていうでございます。ありがとうございます。なんで売れてるかというと、わかりやすいから、すごい簡単で、こう、シンプルだからですね。100曲もありますし、ぜひお手に取ってみてください。あとはこの、主婦の友から出てる、主婦の友社から出ている私の、こう、いろんないいこと言ってる本もありますんで、こちらの方もいろいろ本出してます。ホームページにその辺のことも書いてありますね。で、あとガズさんですけど、ガズトークというサブチャンネルやってます。おしゃべりチャンネルです。ガズトーク。もし、ちょっと見てみたいなと思った方、ここにリンク貼っておきますんで、ちょっと覗いてみてください。ブログも書いてますからね。よろしくお願いします。それでは皆さん、楽しく音楽やりましょう。さようなら、バイバイ。